伊川町は秋田県中央部に位置する町。八郎潟に面した町で、東部はマナイタ山を東端とする山地になっている。八郎潟町政地に境界未定部分がある。町内を担当する集配局は、片上市の飯田川郵便局。二千十八年四月に伊川町立伊川中学校の敷地を利用して、小中一貫教育を行う、秋田県内では、 初となる義務教育学校が設置された。これに伴い、伊川町立伊川小学校と伊川町立伊川中学校は並行となった。町内に公立の病院はなく、八郎潟町にある古藤高生病院まで無料の伊川町巡回バス、桜号、悠々号を運行している。国保伊川町診療所は、かねてから常勤の医師が不在となることも少なからずあり、 他自治体にある比較的規模の大きい病院から週に数回医師を派遣要請することで対応する状態になることもあるほか2015年に行われた前町長の死去に伴う町長選挙では当時は完全に不在となっていた常勤医師を置くことを公約にした候補者もおり2016年時点では60歳代の内科医1名のみ確保している状況となっている 伊賀は桜駅や北市と同じ018である。収容局と局番は以下の通り。同一の自治体で直系の親子3代ともに、市長就任という事例は宮城県黒川郡大平村や埼玉県浦和市等で存在するが、途中の自治体合併を経たかどうかを問わず、直径4代という事例はこれまでの記録上存在していない状態だった。ありがとうございます。